はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤッスーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、まあここ1年でね、その話題になってきたその副反応という言葉なんですけどもね、あの1年前より以前っていうのがですね、その耳にすることが、ね、なかったと思います。まあ、僕の動画を見てくれてる人たちはですね、骨髄移植の副作用というフレーズで、副作用という言葉がすでに馴染んでいると思いますけどもね、ではね、その副作用と副反応の違いというのは何なんでしょうかというお話なんですけども、簡単に言いますとですね、副作用っていうのは薬で起こる健康被害のことで、副反応っていうのは免疫以外のアレルギー反応でございます。まあ、もう少しだけね、その詳しく説明させてもらうためにですね、今日は新型ウイルスのワクチンと、白血病などのね、その難治性疾患、血液疾患のね、その治療として使われるその抗がん剤とね、骨髄移植っていうのをね、例に挙げてね、ちょっとお話ししていきます。まず副作用というのはですね、病気を治すために使った薬によって望んでいない作用が起こることを言います。まあ、どんな薬にもですね、目的に合った働きと目的に合ってない働きとがあります。まあ、例えばですね、風邪薬やね、花粉症の薬を飲むとですね、風邪の症状やね、花粉症の症状を抑える反面ですね、眠たくなるというのがね、よくあると聞きますけどもね、まあ、眠たくなるのは副作用です。副作用にはね、その害のあるものもあれば、このようにただ眠たくなるだけといったね、害のないものもあります。ただね、その害があるとですね、元の病気よりも重い症状になるというような状態だと感じることがあるのでね、すごく辛い時間をね、過ごすことになります。あの医薬品とね、その因果関係が否定されない医薬品の使用によって生じた有害な反応ですので、まあ、先生からね、この薬は副作用がありますよとね、言われてもね、副作用を経験したことがない患者さんならですね、もう何のこっちゃ分かりませんよね。まあ、僕もね、抗がん剤をした時にね、しっかりとね、副作用をね、経験しましたよ。まあ、抗がん剤の副作用というのはですね、主にですね、投与開始直後やね、その投与中っていうのはですね、アレルギー反応、血圧の低下とかね、不整脈、呼吸困難、おしんでしょ、ほんで嘔吐があります。投与後から数日はですね、おしんで嘔吐とね、食欲の低下と便秘と全身の倦怠感が出たりとかですね、関節痛とかね、筋肉痛もしてました。まあね、その数々のね、その抗がん剤をしたと表現してはね、まあ、過言ですけどもね、まあ、その中でもね、その骨髄移植のためのね、全処置をした時にはですね、超大量の抗がん剤をした時のね、副作用がね、ひどかったんですよ。移植するまでに行ってたね、こっちの行ってたね、抗がん剤の副作用ではね、まあ、そこまで苦しめられることはなかったんですけどもね、まあ、せいぜいその倦怠感とか筋肉痛とか発熱と軽い口内炎でしたけどもね、もう全処置に関してはですね、あの口内炎と呼ぶと弱すぎるのでね、まあ、改めてね、表現するとですね、まあ、口の中のね、その粘膜すべてがね、ただれたとでもね、言っておきましょうかね。そしてね、まあ、いきなりやってきては、なかなかこう、引き下がってくれない激しい嘔吐、下痢でね、この、人としてのね、心がね、壊れましたね。で、筋肉痛もね、こう、ひどくなってですよ、もう、病室のベッドにね、こう、全身を硬いもので、ぐーっとこう、押さえつけられているというかね、もう、叩きつけられたようなね、感覚にもね、襲われましたね。もうね、あの時はほんまに耐えれなさすぎてですね、病室がまあ、11階だったんですけどもね、もうこの窓ガラスを割ってね、もう飛び降りたくなりましたね、ほんまに。もうそれぐらいまでにですね、全処置というのはですね、ひどい抗がん剤を使われます。ひどいから、強い抗がん剤を使われますね。で、厚生労働省がですね、その毒薬にね、分類してますのでね、まあ普通に使ったらね、あかんやつなんですよ。まあ、ちなみにですね、鎮痛剤で有名なね、ロキソニンはですね、劇薬みたいですね。だから毒薬までいかへん、劇薬止まりでございます。だから先生の処方箋が必要であったりとかね、その薬剤師が薬局にいないその時だったらね、買えないんですよね。そして骨髄移植を受けて起こる移植変態宿主病 GVHC というのはですね、同種移植後にですね、特有の合併症でですね、ドナー由来のリンパ球、これ免疫細胞なんですけどね、ドナーさんの免疫細胞がですね、患者さんの正常な臓器を異物とみなして攻撃してくることによって起こります。で、重症化するとですね、治療が難しくてね、時に命にかかることもあります。これに対して拒絶反応というのもあるんですけどもね、これは患者さんの免疫細胞がドナーさんの、移植片を、まあ、免疫細胞をね、異物と確認してね、攻撃することによって起こる合併症で、GVHG とは
異なります。とこのようにですね、薬品との因果関係が、ね、否定されない薬品の使用によって生じた有害や健康被害というのが副作用でございます。で、骨髄移植によって起こる、ね、免疫反応でね、骨髄さんの免疫反応によって起こるその拒絶反応とね、移植変態宿主病という合併症はですね、行ったことによって生じた因果関係が否定されない健康被害なので副作用でございます。そして副反応というのはですね、ワクチンであればですね、接種に伴う免疫不要以外の反応のことで、投与に伴う免疫不要以外の反応も、外来物質のね、化学的作用ではなくてですね、免疫学的機序によってですね、起こるものが多いです。そのためですね、一般的な治療薬における、ね、副作用とは区別されています。ワクチンの接種の目的はですね、ワクチンの接種によって免疫反応を起こして、ワクチンが対象とするワクチンで妨げる病気に対する免疫をつけることなんです。で、一方ワクチン接種に伴う免疫のつけること以外の反応やね、その接種行為による有害事象を副反応と言います。言い換えるとですね、副反応はワクチン接種による副作用と接種行為が誘因となった有害事象のこととなります。で、そのためですね、ワクチン接種と副反応の間にはですね、前後関係があってですね、因果関係があるということになります。まあ、有害事象というのはですね、治療薬とかね、医薬品などのね、薬物を投与された被験者患者さんに生じるですね、薬物の投与と時間的に関連した好ましくない、または意図しないあらゆる医療上のこと柄のことです。ワクチンを打つとですね、その体の免疫がね、ワクチンと対抗することでね、ワクチンに対する抗体が出来上がります。これを獲得免疫と言います。で、その過程で新型ウイルスに、ね、かかったわけじゃないのに、ワクチンを打ったことに関連して発熱とか注射をした箇所の腫れやね、その倦怠感といった症状が出ます。で、これは炎症性サイトカインがですね、細菌とかね、ウイルスが体に侵入した際にそれらをこう撃退して体を守る重要な働きをするときと同じことを事前に済ませておくためにウイルスにかかったような症状が出てしまいます。で、これはワクチンを打ったことによって出てきたワクチンでの目的ではない反応です。このようにですね、ワクチンやね、その劇薬によってですね、免疫に対する反応ではなくてですね、他の望ましくない反応を副反応と呼びます。もうね、こんなんあるからね、ワクチン打つの嫌やとかね、皆さんおっしゃられますけどもね、しかしね、そのウイルスにかかった時の方がね、重症なのでね、それを抑えるために、そしてこのような症状を起こさないようにするにはですね、免疫を働かせるためにですね、ワクチンを接種してもらう必要があります。まあ、ウイルスにね、感染してしまう前提の話し方になってしまってますけどもね、まあ、副作用と副反応をね、例えるならですね、副作用は洋食を食べに行って洋食を食べてお腹を壊す、まあ抗がん剤でがん細胞を倒したけど他の細胞も倒してお腹を壊した。で、副反応はですね、洋食を食べに行って和食を出されて食べてお腹を壊す、ワクチンでウイルスに対するその獲得免疫ができたけどお腹を壊した、これ関係あらへんがな、なんそれでしょう、ほんまに。まあ、両方ともね、食べてお腹を満たすためのことが同じ目的ですし、両方ともね、病気に対抗することが同じ目的です。まあ、という感じでどうでしょうかね。まあ、途中はね、すごい難しかったと思いますけどもね、まあ、最後のお話でちょっとはご理解いただけたと思います。まあ、そんな感じでね、副作用と副反応の違いのお話でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。